Good evening. November start. 11月3日。センター英語。センター英語。2020センター英語です。でも、まあ、復習。はい。何かっていうと、円です。円。はい。円は英語で言うとサークル。円ですね。円はサークル。円はサークル。サーカス。サーカスは円形広場。丸い広場、ケンブリッジサーカス、ケンブリッジ広場、円形広場、サーカスがやってくる、サーカス。はい、だから、円形広場で行われる大道芸、それがサーカス。はい、これは何かっていうと、Facebook のフェイス。フェイスには何があるかというと、はい。はい。この位置にあるのは、I。はい。keep an eye on。keep an eye on なは、baby。私たちの赤ちゃん、見といてね。面倒見てね。keep an eye, 女は baby。こうですね。I。ここは、はい。ear。earring。earphones。ear。ears。eyes。はい、nose。はい、mouse。マウスって言ったら、はい、マウス。パソコンのマウスもそうですが、はい、マウス。ミッキーマウス。ミニーマウス。ミッキーマウスのガールフレンドは、ミニーマウス。マウス。マウスと口は違うよね。マウス。three. Thank you. こちら、マウス。はい、あとは、顔は、face. face は、す。顔の表情、facial. 写真集でしょ。これは、シュガーの種。はい、いろんな問題が起こりました。何が、2021年からの新テスト、民間試験導入はあまりに不公平というので、延期決定ですね。でも、英検2級で言ってるようなことは大事です。あと、2ヶ月ちょっと、ノベンバー、ディセンバー、それからジャヌアリー、2ヶ月半、2ヶ月と考えておいたらいい。センター試験の第1問は発音問題です。音に敏感になろう。アクセント、発音。それから、発音記号に注意しよう。発音記号に注意。発音記号を見ていこう。ある程度覚えよう。発音記号、そうですね。第2問、スピードが大事。keep an eye on とか、SVOC が狙われる。など、これでスピードアップを図る。はい、スピードアップ。はい、センター英語。大事なのは、スピードアップでした。敏感になろう。はい。